皆さん、こんにちは。東北大学医学部保健学科を紹介します。担当は放射線技術科学専攻の武田です。なお、治療中に使用している写真はコロナ禍以前のものであり、現在は厳重な感染予防対策を行った上で実施しております。東北大学は明治40年の建学以来、研究第一、門戸開放、実学尊重の理念を掲げ、10学部、15研究科、6研究所など多数の研究組織を擁する総合大学です。医学部のある清涼キャンパスは、仙台駅から約3キロメートルのところにあります。清涼キャンパス、画像左奥が保健学科棟になります。で、右奥がです。病院実習を行う東北大学病院です。本日の内容は、まず、保健学科と卒業後の進路。で、2番目に入試方法について説明いたします。医学部保健学科は、保健学専攻博士前期後期課程を積み上げ、東北大学の理念のもと、保健学研究、教育者養成に加え、医療福祉分野を牽引できるリーダー養成を目指しています。したがって、保健学校は上記のキャリアを見据えることの人材を求めています。保健学科は看護学専攻、放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻の3専攻から構成されています。看護学専攻は2つの講座と10分野から構成されており、看護師と助産師を育成します。放射線技術科学専攻は2つの講座と7分野から構成され、診療放射線技師を育成します。検査技術科学専攻は2つの講座と6つの分野から構成され、臨床検査技師を育成します。こちら、学部のカリキュラム構成を示します。1、2年生まで全学教育科目を履修し、2年の途中から専門基礎科目が入ってきます。チームアプローチを行うためのコミュニケーション能力が重要です。3年生からは専門科目及び病院実習も始まります。看護は2年次から始まり、各専攻で卒業研究も本格化してきます。こちら、全学教育の講義が行われる川内北キャンパスです。こちら、幅広い教養を学習する3専攻共通の全学科目です。続いて全学科目です。専攻によって履修科目が異なりますが、履修する科目は多いです。清涼キャンパス内の保健学科と外観を示します。こちら、保健学科棟の内観となります。続いて、講義室や実習室になります。各専攻の実習の様子です。左上が看護学の実習、右上が臨床検査学実習、右下が放射線技術科学実験、左下が病院実習でお世話になっております東北大学病院となります。3専攻とも卒業するまでに取得しなければならない単位が多くあります。看護は最も多いです。助産師の国家試験の受験資格を得るにはさらに16単位を取得し、助産師は選択コース制12名程度で別途選抜試験があります。こちら、重要なスライドです。先ほど多くの単位取得が卒業に必要とお話ししましたが、卒業してようやく国家試験の受験資格を取得できます。看護師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師の国家資格は国家試験に合格すると取得できます。卒業しても国家試験に合格しないと国家資格を取得できません。卒業後の進路は、看護は6割から8割が病院などへの就職、1割、3割の方が進学されます。後者は5割から6割、検査は4割から5割の方が大学院等へ進学、
その他の方たちは病院等への就職となっております。専攻別に見ますと、看護は病院などへの就職が最多で、公務員、企業が若干名、その他大学院等への進学となっています。後者、就職はほぼ病院、進学は大学院です。検査は就職は病院、公務員、企業、そして進学は大学院です。ご清聴ありがとうございました。